どうも、うつ虫です。ふーちゃんです。メンヘンド第20話、サンキュー千葉戦の4日目ですにゃ。今回はいきなり鉄オタ臭がプンプンにゃ。お待たせいたしました。記念すべき20回目なのにメンヘンドなしにゃ。今回はほぼノリ鉄の回になりますにゃ。ふーちゃんは帰ってよいかにゃ。いやいや、まだオープニング中にゃし、それは。もう、仕方ないわね。なんだかおんぼろな電車が来たわよ。これに乗るのかにゃ。まあ、普通の人の反応はそうなるよね。けど、貴重な国鉄急行型機動車にゃ。あら、いっぱい乗ってたにゃ。この列車は週末を中心に、いわゆる観光列車として運転しているにゃ。今朝は観光急行列車として運転。この路線の終点、上総中野まで行って戻ってきたところみたいにゃ。この後はレストラン列車として、大滝、上総中野を一往復するみたいにゃ。あら、やっぱり乗ることにしたにゃ。レストラン列車は旅行商品になるから、基本、事前の予約購入が必要になるにゃ。けど、レストラン列車じゃない方の車両は、一般の普通列車として運転するみたいな。じゃあ、そっちに乗るのね。普通車として運転されるこの周囲の車両も、今や貴重な国鉄機動車なんだよ。なの。まあ、そうなるよね。さあ、いよいよ入線にゃ。誰流すかにゃ。視聴者さんもお待ちかねにゃ。もう、仕方ないわね。でも確かに、雰囲気あって良いわね。でしょ。なんか、昔の映画を見てるみたいな。この朱色の車両はツハ52系といって、JR 西日本から譲渡された車両な。1965年の製造なから、すでに車歴は50年以上になるな。今回はこっちの車両に乗車するな。こっちはツハ28系。1964年の製造な。同じく JR 西日本からの譲渡車両な。レストラン車両として使われるから、ツアー参加者じゃないと中には入れないな。本日のメニューは、伊勢海老や淡路など、外房の海産物をふんだんに使ったイタリアン、となってるな。なんということでしょう。伊勢海老、食べたかったな。実はうつ虫はエビアレルギーなから、伊勢海老はいらないな。っていうか、なんか人いっぱいな。どうやら、ツアーのグループが乗ってるみたいな。レストランの方じゃなくて？それとは関係ない、一般のツアーみたいな。なんか想像しつつ落ち着かないな。まあ、日曜日にゃし、観光列車にゃから。いすみ鉄道も繁盛するし、よしとするにゃ。はいにゃ。この優しいチャイムの音色も最高にゃ。それは良かったにゃ。よくわかんないけど。週末の観光列車としては急行運転もあるけど、レストラン列車として大滝、上総中野を運転する間は普通列車扱いになるにゃ。まったり電車、お昼寝したくなってきた。つやー、なの。ふーちゃん寝ちゃったから、全面展望の垂れ流しするにゃ。いすみ鉄道は元は国鉄の木原線だったにゃ。現在いすみ鉄道は、終点の上総中野駅で小湊鉄道と接続して、市原市の五井駅まで繋がっているけど、国鉄時代の計画では、久留里線と接続して木更津を目指す予定だったにゃ。路線名も木更津の木、と大原の原、にゃ。国鉄民営化後は JR 東日本に承継されたにゃ。けど、民営化からわずか1年後に、いすみ鉄道に転換されているにゃ。その後も経営は苦しく存在問題もあったけど、2009年、公募による鳥塚明氏の社長就任後は、無人列車やウェブショップが当たって、いすみ鉄道の知名度も上がっているにゃ。まだまだ経営は苦しいと思うけど、この日の観光客を見てもなかなかの成長にあった。トンネルや橋梁で直線的な新しい路線と違って、この山あいをうねうねと進む感じが良いにゃ。鉄道の役割が変わっていく中、ローカル線の存続は今後も厳しそうにゃけど、いつまでものんびりと走り続けてほしいにゃ。うにゃ、あたかにゃ。ふーちゃんもおったにゃ。なんか今、目覚まし時計ならなかった？なんかキンコンカンコンなってるにゃ。到着の合図かにゃ。終点なの？間もなく、上総中野駅に到着にゃ。この後の予定はどうなってるのかしら？乗ってきたこの車両で、大滝まで戻るよ。え、なんで？この先は小湊鉄道に乗り換えにゃんだけど、小湊鉄道の上総中野発着の列車は、1日に5本しかにゃいんだ。次の接続列車は14時過ぎにゃ。まだ2時間近くあるから、大滝に戻って、1時間くらい観光するにゃ。なんということでしょう、にゃ。折り返しの列車は空いてそうにゃから、車内もゆったりできそうにゃよ。大滝に戻るよ。なんだかな、なの。このエンジンの音もかっこいいな。普通に考えれば騒音なの。まあ、それはそうにゃけど。あ、出発するみたいな。
このギシギシとした重たい感じの発車も最高にゃ。くーちゃんは新幹線の方が好きにゃ。あ、はい、すみません。早いが正義、なの。お、お。さっき話した通り、一旦大滝駅に戻るけど、2時間後にまたこの駅に戻ってくるにゃ。なんだかな？チャイムが鳴るにゃ。ちょっと静かに聞くよ。なんか、また眠たくなってきた。なんということでしょう、にゃ。だから、それ真似しないで。は、はい、すみません。車内の混雑具合はこんな感じにゃ。ツアーのグループは、かずさなかの駅から専用バスに乗り換えていったにゃ。今車内にいる乗客は、全員が大滝からの往復利用客、つまり乗り鉄の観光客にゃ。この車両は1965年、昭和40年生まれにゃ。おじいちゃん電車にゃ。50歳ちょっとにゃから、人間で考えればまだおじさんかにゃ。鉄道車両としてはかなりの高齢になるにゃ。民営化後は JR 西日本に所属していたにゃ。JR 西日本が承継したツアー52系は13両で、大糸線が最後の活躍の場になったにゃ。最終的に大糸線に残ったツアー52系は3両。いすみ鉄道に譲渡された以外の2両は、大糸線の起点である糸魚川市と、岡山県の津山市でそれぞれ生体保存されてるにゃ。同系列で胴体保存されている車両は、今乗ってるこの車両以外では、茨城県のひたちなか海浜鉄道にツアー20系が1両だけ、不定期ではあるけど運転されているにゃ。以上、毎度おなじみコスペディア先生でした、にゃ。今回もご清聴ありがとうございました、にゃ。非電化路線にゃと、空が広くていいにゃ。ぼんやり眺めてると、眠たくなってくるにゃ。今回ちょっと寝すぎじゃない？お魚のロケにゃったら、寝ない自信あるにゃ。お、お。そして大滝駅に戻ってきたにゃ。この列車はレストラン列車のまま大原まで行くけど、ここで降りるにゃ。伊勢海老、食べたかったにゃ。あ、はい、すみません。じゃあ、とりあえず降りるにゃ。はいにゃ。この直角のボックスシートがずらり並ぶ様子、これもだんだんと少なくなっていってるにゃ。大滝駅には、数少なくにゃった構内踏切もあるにゃ。それは何かにゃ？駅の中にある踏切にゃ。なんで駅の中に踏切があるのかにゃ？隣のホームに渡るための踏切にゃ。歩行者のための踏切ってことね。そうだね。今は安全のため、跨線橋になってるにゃ。構内踏切は古い駅にしか残ってないにゃ。これがそうかにゃ？そうだね。ただの歩道にゃ。感動のポイントがわからないの。そうですね。ここでは何ラーメンを食べるのかにゃ？ふーちゃん、今回は麺変路なしにゃよ。あ、そうなった。せっかくの待ち時間にゃからね、何かご当地麺があれば都合が良かったけど、そんなに都合よくことは運ばないにゃ。大滝町は徳川四天王の一人、本多忠勝が開いた城下町で、暴走の小京都と呼ばれているにゃ。一番の見どころは大滝城にゃんだけど、ちょっと1時間で行くのは慌ただしいにゃ。じゃあ何するにゃ？町を囲うように流れているいすみ川沿いに、遊歩道があるみたいにゃからそこを歩いてみるにゃ。これがそうかにゃ？そうみたいにゃけど、ちょっと思っていたのと違うにゃ。もっと川の近くを歩けると思っていたにゃ。ここは上から眺める感じにゃ。そうなんだにゃ。遊歩道自体もアスファルトにゃから、あんまり雰囲気ないにゃ。ここはお花が咲いたら綺麗そうにゃ。これは、桜かにゃ。そして川沿いの遊歩道から、城下町の方に戻ってきたにゃ。この後は少し、街中の様子を紹介するにゃ。はいにゃ。ちょっと甘いものでも食べていこうにゃ。ふーちゃん、お魚の方が良いんですけど。いいからいいから。で、何を食べるのかにゃ。ちょうどここに和菓子屋さんがあったにゃ。御菓子司、土屋さん。ここのもなか10万石というお菓子が有名にゃ。じゃあ、せっかくにゃから食べてみるにゃ。早速買ってきたにゃ。バラ売りもあって1つ145円にゃった。ちょっと高い気もするけど、おっきいにゃ。あんこもぎっしり詰まっているにゃ。早速食べてみるにゃ。お味はどうかにゃ？ぎっしりあんこにゃけど、甘さ控えめでさっぱりと食べれるにゃ。土屋さんのお隣は、豊の鶴酒造さんにゃ。またお酒にゃ？またっていうか、今日はまだ飲んでないにゃ。油断禁物なの。は、はい。豊の鶴酒造さんは、1780年代創業の老舗にゃ。左に見えている母屋をはじめ、敷地内にあるいくつかの建造物が、国の登録有形文化財となっているにゃ。他にもいくつか、大滝の街中には登録有形文化財があるにゃ。文化財に登録されていない街並みにも、城下町の風情が残されているにゃ。いすみ川の遊歩道は微妙にあったから、城下町の散策に時間を割けばよかったにゃ。今さら、なの。
まあ、こういうネットでも下調べしきれない部分も含めて、旅の面白さなんだけどね。もうちょっと、お魚の下調べ必要なの。まあ、面変路だから。そして大滝駅に戻ってきたにゃ。これに乗って、再び上総中の駅に戻るよ。はいにゃ。この区間はすでに一往復しているから、車窓動画なしで上総中の駅にワープにゃ。出発していて良い感じにゃ。あら、次の電車はまだなのかしら？もうすぐやってくると思うから、隣のホームに移動して撮影するにゃ。なんでそんなに張り切ってるにゃ？こっちもまた、古い列車がやってくるよ。ふーちゃんは、ピカピカの新幹線の方が良いにゃ。あ、来たにゃ。こっちの電車も電線がないにゃ。こっちの小湊鉄道も非電化のローカル線にゃ。もう一つ、木更津から分かれる久留里線も、JR の路線にゃけど非電化にゃ。千葉県内の非電化路線は、偶然にもすべて房総半島の内陸線にゃ。そうだと思ったにゃ。次はどこまで行くのかにゃ。小湊鉄道の終点は、内房線の五井駅にゃけど、その前に小湊鉄道の沿線で面変路にゃ。はいにゃ。けど、今回はここまでにゃ。あら、今回はちょっと短めにゃ。そうなんだけど、この日を二日にすると長くなりすぎるにゃ。なるほど、にゃの。次回は小湊鉄道の車窓と面変路にゃ。その後は再び内房線に戻るにゃ。それじゃあ次回の動画まで。ゆっくりしていてね。